僕の名前は和樹と言います。妻の純子とは今年で結婚15年目を迎えました。僕は大手建設会社の営業をしており、妻は全国に展開しているアパレルショップの東日本のエリアマネージャーをしているため、お互い転勤が多いこともあり、子供は作らないと結婚当時から決めていたので、子供はいないのですが、お互い自分の時間を大切にしたいことから、今の生活を楽しんでいます。僕たちの拠点は東京で、家を持っています。この前3ヶ月間、北海道からの出張が終わり、本社でしばらく勤務することになりました。久しぶりに妻と生活できると思っていたのですが、今の妻は残業が多く、休日も出勤していて、なかなかゆっくり過ごす時間がありません。初めは大変だなと思っていたのですが、だんだんと妻の不審な行動に目が行くようになりました。妻の私服は前よりも派手になり、化粧もバッチリするようになっていました。前は仕事に行くだけだからと薄化粧で、服装もシンプルだったのですが、そして僕が妻に対して一番不信感を持ったのは夜の生活でした。以前までは僕が家に帰ってきた時には毎日と言っていいほど営みをしていたのですが、それがぱったりとやんだのです。僕が誘っても、疲れているから、と言われ、すぐに眠ってしまいます。僕は妻が本当に残業をしているのか確かめることにしました。仕事を少し早めに終えて、妻の会社の近くで待ち伏せをしました。すると、定時を少し過ぎたあたりに、妻が会社から出てきました。そのままついていくと、妻はスーパーに寄って食材を買い、とあるアパートに入っていきました。約1時間後には、知らない男がそのアパートに消えていきました。妻は僕に料理を作らずに、別の男に料理を振る舞っていたのです。しばらく妻は出てくる気配がなく、僕はそのまま家に帰って一人で食事をしましたが、今頃妻は他の男と楽しく食事をしているんだろうな、と思うとだんだん怒りが湧いてきました。すぐにネットで探偵事務所を探し、夜も遅いのでメールで調査依頼をし、次の日探偵事務所から電話がかかってきました。僕は妻の浮気調査を正式に依頼したのです。それから3週間ほどした後、探偵事務所から調査結果が届きました。やはり、妻は浮気をしていたそうです。相手の男は同じ職場の同僚の AO。半年ほど前に、西日本エリアのエリアマネージャーになったそうで、妻に仕事で色々と相談をしたりしているうちに、深い関係になったとのことでした。AO は妻子持ちで、今は本社へ単身赴任中なのですが、僕が以前妻の後をつけた時に妻が入っていったアパートが AO の家であることも分かりました。お互い自分の時間が欲しいからつかず離れずの生活がいいと思っていましたが、これでは結婚生活をしている意味がないと思った僕は妻と離婚することを決めました。ちょうどその頃に関西方面への出張が1週間入っていたので、僕は探偵からもらった調査結果や写真を出張先から自宅へ郵送しました。そして AO の家にも行き、 AO の妻に事情を話しました。突然申し訳ありません、和樹と申します。 AO さんの奥様でしょうか。はい、そうですが、どちら様でしょうか。僕はコピーしてあった浮気調査書と浮気現場の写真を見せました。ここに写っている女性、実は僕の妻なんです。え、今回関西出張がありまして、ことがことなのできちんとお話ししないといけないと思い、突然ではありますが伺わせていただきました。 AO の妻は AO が浮気していたなんて思いもしなかったようで動揺していました。すると家の奥からひょこっと中学生ぐらいの子供が出てきました。こんばんは、息子さんですか。はい、はじめまして。その時僕は気づきました。彼の左手首には僕の腕時計がはめられていたのです。その腕時計かっこいいね。 AO の息子は自慢するように、
お父さんが誕生日プレゼントにって僕にくれたんです。そっか、よかったね。実はその腕時計、以前妻が貸してほしいというので貸してあげたのですが、電車の中に置き忘れたと言っていたので、それなら仕方ないと諦めていたものです。僕はその腕時計のことは何も言わずに栄養の家を去りました。その二日後、妻から着信が何度も入りました。きっと浮気の証拠が妻の元に届いたのでしょう。僕は出張から帰ったら話をしようとだけメールを送り、そのまま無視をしていました。そして出張から帰った日、妻は早めに帰宅をしたのか、僕の帰りを待っていました。僕が玄関に入ってくるや否や、ごめんなさいと平謝りをしてきました。リビングに行くとすでに夕食が用意されており、今まで見たこともないような豪華な料理が並んでいました。本当にごめんなさい。してはいけないことをしていたのは認めます。全責任は自分の管理ができていなかった私にあります。でも私は離婚したくないの。お願い、二度とこんなことはしない。もし同じことを繰り返したら、その時はあなたの好きなだけ慰謝料を請求しても構わないから、チャンスをください。離婚するつもりでいたのですが、妻がまた浮気をしたら慰謝料1000万円を僕に支払うという契約書を書かせ、離婚を回避することにしました。ただし妻には言わなかったのですが、栄養には慰謝料を請求するつもりでいました。そして二人で夕食を取りながら、僕は栄養の妻に浮気のことを話したこと、栄養の息子が僕の腕時計をつけていたことを伝えました。妻は栄養の妻に話したことについては反省した様子で黙って聞いていましたが、腕時計のことになると途端に怒り出しました。なんで栄養の息子さんがつけてるのよ。あの時計本当に私も大好きだったの。あれを身につけていたら、なんだか仕事が頑張れそうな気がしたから、テンションが上がらない時や、この仕事だけは失敗できないっていう時に借りてたの。ある日、栄養の家に忘れたことを思い出して、栄養に確認したんだけど、どこにもないって言われて。それで栄養の家に忘れたのは私の勘違いかと思ってたんだけど、まさか栄養の息子さんに渡してたなんて。人のものを盗んで誕生日プレゼントとしてあげるなんて最低。そっか、じゃあ腕時計は盗まれたんだな。妻は赤い顔をしながら力強くうなずきました。僕は妻が本当のことを言っているんだと確信しました。妻はその場で栄養に別れるとメールで伝え、次の日から妻はいつものように仕事に行きました。僕は妻と栄養が毎日同じ職場にいることが本当に心配でしたが、妻は仕事が終わるとすぐに帰宅し、関係を修復すべくいつも僕のことを最優先にしてくれていました。職場では部署移動の願いを出し、栄養と接触しないように努力しているそうです。僕も少しずつ安心し、関係修復のためにお互いのことをより考えるようになり、結果的に前よりも僕たちの関係は良くなってきたと思っていた頃のことです。突然栄養の妻から慰謝料の請求書が送られてきました。和樹、500万円の請求が来てる。私の貯金から全額出すわ。支払うのは少し待ってくれないか。僕は栄養の家に電話をした。夜分に申し訳ありません、和樹と申します。あ、こんばんは。今日あなたからの請求書が家に届きました。そうですか。実は和樹さんが家に来た後に夫に連絡をしたのですが、夫は別れたくないと言いまして、息子もいますし、今回はそのまま離婚はなしという方向になったのですが、弁護士と相談をして和樹さんの奥様に慰謝料をけじめとして請求させていただくことにしました。そうですか。僕も栄養さんに慰謝料を請求しようとしているのですが、それで総裁ということにはできませんか。お互い弁護士をつけたりすると面倒になるので。もともとそちらの奥様から誘ったみたいじゃないですか。けじめとしてしっかり慰謝料を請求させていただきます。
僕はスピーカーにして妻にも聞かせていましたが、妻は真っ赤な顔をして首を横に振ります。妻は今にも怒り出しそうだったので手で必死に制止し、英雄の妻にこう続けました。そうですか、ではこちらも警察に通報するしかありませんね。警察？ええ、実はあなたの息子さんがつけている腕時計、僕の腕時計なんですよ。は？その腕時計、妻がいざという時に僕から借りてつけていたのですが、ある日栄養さんの家に忘れてしまったようです。でも栄養さんは知らないとしらばっくれて、息子さんの誕生日プレゼントにしたようですね。そんなはず、じゃあ証拠はあるんですか？息子さんの腕時計の後ろを見てください。シリアルナンバー61と書かれているはずです。栄養の妻は確認するといい、息子に時計を持ってくるように話していました。あります、61と書かれています。その時計の有名ブランドの限定品なんですよ。原宿の店舗で夜中から並んでやっと手に入れたものなんです。値段もそれなりに張っています。明日にでも警察に盗難届を出しますので、後日警察から連絡が行くと。ちょっと待ってください。夫に前科がつくのはちょっと。では警察への通報はしない代わりに、妻への慰謝料はなしにしていただいてよろしいでしょうか。その時計も返していただきます。話はまとまり、数日後腕時計が僕の元に帰ってきました。そして栄養の妻から謝罪の電話がありました。栄養の息子は自分がつけている時計は父が盗んだものだと分かり、栄養のことを一気に嫌いになったようで、栄養の妻も栄養の呆れた行動についていけないということで、結局栄養と離婚すると話していました。その後栄養は栄養の妻から慰謝料を請求され、今の仕事だけでは慰謝料の支払いができないからと、夜も工事現場の仕事を始めたそうです。妻は本社の人事部に異動となり、栄養と顔を合わせることもなくなりました。僕も部署異動を願い出て、出張がない部署に異動が決まりました。これからは二人で毎日楽しく生活していこうと思います。